おはようございます。マッツンツン TV です。今日はですね、2024年の、1月の10日、水曜日となりますね。私はですね、今会社の方に向かってて、時刻がですね、7時50分となりますね。今日はですね、すごい雨ですよね。震災が起きてからもう10日目なんですが、能登半島の方も昨日だったかな、大雨警報になってて、いやね、まだね、埋まってる方がいるかもしれない状態でね、こんな感じで大雨になってるわけですよ。でそんな中ですね、石川県の方で、地震がありましてですね、昨日もですね、今度はね、新潟県沖の方でね、地震があったというわけで、ね、本当勘弁してほしいですね。石川県で地震で、今度は新潟県ですよ。でしかも震度5だったかな、結構大きな揺れで、私はですね、仕事帰りでちょっと車運転してたんでね、揺れとか全然わからなかったんですが、ね、やっぱり家の中にいた人は結構ね、揺れがすごかったと言ってますね。あとやっぱりね、長かったと言ってましたね。やはりね、こういう地震がね、何回も続くと、やっぱり家とかもね、なんか歪みというか、なんかね、出るんじゃないでしょうかね。ガタみたいのがね。いや、これ心配ですよ、本当に。ね。いや、そんな中ですね、私はですね、今の、ね、一日ふわっち配信っていうのを、ね、一日ね、3回はやってると思います。ね。イベントとかあったら5回くらいやるんですが、そんな中ですね、昨日能登の方がね、来たわけですよ、私のところに。やっぱりね、聞いてたら、もう本当にね、いや、かわいそうですよ。ね、やはりね、家もね、傾いたり、ね、職場も失ったりと、いや、本当ね、大変ですよ。ね、あと水道がね、止まってるっていう話ですよ。ね、井戸水でね、なんとかお風呂はやってるって言いますがね、でもやはりね、井戸水は飲み水とはまだちょっと違うと思うんでね、やはりね、大変だと思いますよ、ね、そう、私の家の方はですね、一応こういうふうにね、地震の揺れとかはありましたけど、ね、幸い、家の方は問題ないわけなんで、近くのスーパーも普通にやってるし、被災地に比べたら、全然被害はなかったですね。はい。同じね、私の住んでる高岡市でも、YouTube に出しましたがね、伏木地区だとね、海沿いの方はやっぱり地盤が弱いんでしょうかね。家が傾いたりとかね、そう、液状化現象とかでね、本当ね、すごいことになってましたよ。道路が泥だらけですからね。はい。そう、車もね、ちょっと行くとやっぱりね、段差があったりとか、やはりね、車もぬかるみで泥だらけになりますよね。で、現地もやっぱりね、歩いたらやはりね、下泥だらけなんで、ズボンがね、やはりね、汚れたりしますよ。やはりこういうとこ行くときはね、やっぱ長靴ですよね。はい。いや、本当大変だと思いますよね。これからまだね、復旧作業とか、ボランティアの方もね、やると思うんですが、ね、本当にね、皆さんね、こういうふうにね、助け合って、ね、人というこのつながりですか、ね、大切なもんだと感じましたね。はい。でもね、仕事を失うってなるとね、本当ね、大変ですよ、ね、家も失った、ね、家族も失った、ね、会社もなくなった、こういう方もね、たくさんいると思います、本当に。ね、そう、輪島の方だとね、やはりね、火災が起きて、全てが失ったという人もね、多いんじゃないんでしょうか。ね、そういうわけですね。本当にね、北陸、頑張っていきたいですよ、これから。ね、そうですね、私はね、何もちょっとできないですが、ね、本当にね、皆さん、気を落とさずに、本当にね、頑張っていってほしいと思います。ね、それではそんなわけでですね、長々と話しましたが、私は今からね、8時間仕事を頑張ってですね、
まあ、今週はね土日と2連休なんでね、今日は水曜日ということで、あと水木金かあと3日間あと3日間頑張れば2連休ですよね、そんな感じですね。まあ、今週はね、雨マーク雪マークついてて、まあ、気温もとても下がって寒くなると思うんで、体にはね気をつけていきたいと思います。それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。マッツンツン TV でした。それではまた。